すげえ。ということで、皆さん、こんにちは。本日はですね、こちら、滋賀県にあります、野生駅に来ております。本日はですね、この野生駅の方から、姫路駅の方までね、移動していきたいなと思っているんですけど、本日は、新快速電車を使って移動していきます。なんや、ただの新快速使うだけの動画か、と思ったそこのあなた、違うんですよね。あのね、新快速の座席の中でもね、皆さんはすっげーなんかいいグレードアップされた座席っていうのを知っていますかね。その座席っていうのが A シートっていうね、座席でございます。 A シートはね、昔からなんか昔っていうかね、何年前あれ3年前ぐらいからね、発売じゃねえわ、登場したね、シートなんですけどね、そのシートにね、今頃は初めて乗車していこうかなと思っております。今回は始発駅の野生駅から終点の姫路駅まで乗ります。いや楽しみですね。だいたい2時間半ぐらいの乗車です。いやすごいすごいすごい、楽しみ。ということで早速入線待ちましょう。僕の方からやってきたのは223系2000番台新快速姫路行きです。この後ろにね、後ろの9号車にね A シートというのがね、付けられております。まあ普通のね、新快速の座席というのがこんな感じになっております。まあ、クロスシートの中でも結構いい方のね、座席ではないかなと自分の中で思ってるんですけどね。はい。西日本のね、なんか通勤型車両ってね、クロスシートが多いんですけどね。まあ、クロスシートのね、なんかふかふかさがね、ちょっと半端ないんですよね。はい。いつも寝るんですけどね、本当にふかふかで快適です。でね、それよりもね、グレードアップした座席に今回座っていくということでね、いや、本当に楽しみだったんですよね。もうこの時ずっと待ちに待っていました。はい。これです。もう一つ違いますよね。ほら、この青色。ほら、もう青色の車体。もう早速乗車していきたいと思います。こちら A シートと書かれております。では乗車。まずはですね、はい、この2対2のシートが並んでおります。非常に素敵ですね。はい。早速、始発駅の野生駅を発車していきます。この先、森山、草津、南草津、石山、大津、山科、京都、高槻、新大阪、大阪、尼崎、芦屋、三宮、神戸、明石、西明石、加古川、終点、姫路の順に停車していきます。停車駅多すぎんねん、ほんま。まあ簡単に A シートの座席紹介でもしていきましょうか。まずはテーブルです。はい、こちら新快速にテーブルがついております。意味がわかりません。新快速のね、この A シートっていうのにはね、特急型の座席が使われてるんでね、なんかテーブルがあるんですよね。テーブルとリクライニングとコンセントがあるんですよね。非常に謎すぎる。でリクライニング、まあどれぐらい倒れるか、このタピオカボタンを押したら、まあ、結構倒れるんですよね。この時後ろ誰もおらんかったんでめっちゃ豪快に倒してますけど、いや本当にね、サンダーバードの座席に近いですね。はい、ほぼサンダーバードです。でコンセントはね、この腕置きのね真横にあるんでね、もうすぐ使いやすい、本当に使いやすかったですね。いやコンセント本当に使いやすいところにあって便利ですね。でね、このお茶とか置けるしね、もうこの窓のとこもね、高さもちょうどいいし、もうグッドですよ。本当にグッドグッドグッド。そしてね、のんびりしてたらもう京都手前まで来てしまいました。このね、湖西線と合流したら京都駅手前の合図ですね。列車は野生駅から約50分ほどかけまして、こちら京都駅に到着です。これからね、130キロでぶっ飛ばす区間に入ります。そう、京阪神エリアに入ります。列車はただいま向こう町付近を走行中です。こちら左手に見えますのが向こう町車両基地でございます。目の前にはウエストエクスプレス銀河が止まっております。いや、乗ってみたいですね。はい。で今はですね、だいたい120キロぐらいで運転してるんですけどね、これより10キロ速いんですよ、新快速の最高時速って。まあ頭おかしい、うん、普通に頭がおかしいのと今日は天気がいいですね。安ではあんなに雨降ってたのに、雨っていうかまあ雲一つしかなかったんですけど、今は雲めっちゃありますね。卵スープみたい。いや本当に綺麗な景色が続いていきます。列車は間もなく大阪駅手前に差し掛かってるところなんですけどね。こちら A シート快適すぎて、めっちゃ眠たくなってる件についてお送りしたいと思います。めちゃくちゃね、この時めちゃくちゃ眠たかったんですよね。A シートはね、まあ、ガラガラでしてね、A シートね、間違えて乗ってくるお客さんがいっぱいいましたね。はい。で、車掌さんになんか、この座席は有料座席ですって言われてましたね。いや普通にね、これ間違えると思うんですよね。はい、普通に新快速のね、クロシートとね、この A シート、普通に見分けがね、一般人っていうかね、この鉄道ファン以外はね、そんなに見分けがつかないと思うんですよね。そして大阪駅発車後はですね、こちら進行方向左手側には瀬戸内海が見えてきます。
この瀬戸内海のね、景色は本当に綺麗でしてね、毎回通るたびにね、綺麗だなと思いますね。あのね、神戸から明石のね、間の新快速はね、ぜひ左側のね、座席に座ることをお勧めします。そしたらね、こんなね、綺麗なね、景色を見ることができますので、晴れている時はね、もうめちゃくちゃ綺麗ですよ。今も晴れてますね。いや、結構見やすいですよね、今の景色。わぁ、すごい。そして瀬戸内海が見えてくるということは、そう、明石海峡大橋が見えてきます。噛んじゃった。明石海峡大橋が見えてきます。これ日本最大でしたっけ、世界最大の吊り橋でしたっけ。なんか最近抜かれたとか僕なんか聞いたことあるんですけど、どうでしたっけ。まあとりあえずめちゃくちゃね、長い吊り橋なんですよね。ここ歩いて渡ると1時間かかります。まあ歩いて渡れないんですけどね。はい、車でしかこれ渡れなくなっております。いや皆さんね、この明石海峡大橋の近くまで行ってみてください。すっごいね、迫力があります。そしてね、皆さんに言ってなかったことがあるんですけど、この A シートの金額についてちょっと教えたいと思います。この A シートの金額は通常料金でいくと840円かかります。うん、高すぎるわ普通に。しかしですね、いいご予約、ネットでね、切符を買うとね、1、2、4号はですね、600円で乗ることができます。しかし、もっと安くできる方法がございます。そう、新快速 A シート3号っていうのはですね、なんと450円でね、どこからどこの区間でもね、同じ料金なんですよね。だからね、皆さん、A シートに乗られる際は、ぜひ、新快速3号に乗られることをお勧めします。全車指定席になったんでね、事前予約が必要となりますので、乗る前は、気をつけてくださいね。はい、駅でも買えます。ということで、本日はですね、A シートの簡単なご紹介でした。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。